民法つけない時間がめちゃくちゃ増えた。確かに。単に年取っただけでは。年寄りほどテレビ見てるけどな。年寄りほど見とるぞ。じいさんさ。老人は暇だから見てるだけだし。テレビサッカーの時以外付けなかったので手放してもうた。アンドロイドテレビで何の不満もない。老人しかテレビ見てないが、その老人層も最近はさすがにスマホは操れるようになってきたからな。面白くないもんな。老人より女がたくさん見てるイメージだわ。最近 YouTube うんざりしてきたから一周回ってテレビつけ始めたわ。曜日によってはマジで見るもんないけど、テレビより終わりそうなのって新聞じゃないか？そもそも8時に寝て5時に起きるからろくなテレビやってない。ドラマとアニメだけでいいんだよ。テレビ見ない自慢かっけー。廃業しても困らない業種。テレビ番組は見てるよネットでだけど、テレビ持ってないとほんま見る機会ないな。知らない芸能人めちゃくちゃ増えた。持ってても見ないぞ。NHK と水曜日のダウンタウン以外はもう印象がない。面白いコンテンツはみんなネトフリやアマプラに行っちゃったんだよ。地デジの 4K 放送もやる気ないみたいだし。地上波で 4K にしてまで見たいものないやろ。しょぼいドラマもバラエティも 4K の恩恵がないわ。何の番組でも芸人が出てくるから見る気がしない。芸人が出ない番組なら見るけど。携帯電話からテレビ機能が消え去って誰も不満言わないんだからそういうことだ。いつから午前4時半くらいから19時まで全部報道ワイドショー系に。でもまだテレビネット。見ないから新しい芸人さっぱりわからん。カズレーザーくらいが最新芸人。YouTube も見てないしテレビも見てないずっと映画見てる。どの曲も不動産とか別事業で金稼ぎ始めてるしテレビ一本はきつい時代なんやろな。むしろ年寄りほどテレビから離れてるよな。若いのは案外 TVer で見てたりする。どっちかというと独立系の配信が多い気はするけどな。うちの年寄りは BS 見てる。心の歌とか旅行韓国ドラマ。完全に終わってわけでもないんだけどな。テレビの面白いシーンだけ集めた切り抜きなんかは YouTube の人気コンテンツだし、テレビという形式が時代遅れなだけでまだまだ良いコンテンツは生み出されとる。CD アルバムを通しで聴く楽しみとかテレビを通しで見て楽しむ文化はなくなってくんやろな。 YouTube ですらショートブームやし。あれってそいつに合わせて見るバイアス組み込まれてるからそんなに当てにならんぞ。気が疲れたらアウトや。逆に TVer のおかげで前より見るようになったわ。テレビは好きなんだけど特定の時間に拘束されるのがもう無理だな。テレビ見ない勢はニュースとかどうしとるん？ 12 時と7時の NHK。飯食いながらやね。Yahoo で十分やろ。テレビつけても Yahoo ニュース以上の内容はほとんどないやん。役に立つのは地震速報ぐらいやな。スマホで倍速動画ばかり見てたら倍速のない動画を見るのが面倒になったわ。だからテレビは天気予報ぐらいしか見ない。70超えたうちの親ですら YouTube だわ。テレビで YouTube 見れるようにしてたらハマってた。バラエティ減らしてドラマ増やしてくらしいな。YouTube や ABEMA に負けを認めたようなもんや。おっさんになると趣味に特化した BS の番組がちょうど良くなるよ。でも YouTube ってかなり能動的に探さんとあかんよな。見すぎるとストックなくなるし飯食う時に流してても飯食い終わる前に一本終わることとかザラやし。テレビザッピングする楽さにはかなわんやろな。チャンネル回しても何も変わらないんだが草。ドラマ実況の伸びとか見てるとなんだかんだみんなテレビドラマ見てるんやなとは思う。まだまだテレビは衰退一歩目くらいでそれなりにやってる。むしろなんで老人とか女はあんなにテレビ好きなんや？芸人がくだらねえことはわわめいてるだけやからな。あんなもの見てると頭悪くなるで。自分でもこんなにテレビ見なくなるとは思わんかった。むしろテレビ見てますってやつの方が逆張りだわ。コストコやコンビニ、飲食チェーン店の番組見て何が面白いんか全く理解できん。あんなんただの広告見て喜んでるだけやん。ニュースでさえしれっと新商品とか新しい店とかの宣伝しとるよな。あれあかんやろ。テントニュースは NHK 見とる。カラオケは誰が見とるんや？制作会社大量倒産。これが全てでは。ご苦労よいよ。自分からは見ないような映画がやっていて、それでいて意外と面白かったということがよくある。もうディレクターとかすらテレビを見限ってネット配信番組に映る時代やしな。昔は夜更かし、水ダウ、NNN ドキュメントだけ見てたけど最近は一つも見とらん。ドラマも漫画原作増えてきたしなあま。クイズ街歩き面白い映像ではな。コストコ爆買いもあるで。マジに見なくなったな。芸人のくだらない慣れ合いなんて見たくないわ。朝の天気以外見ないわ。ラジオ局はコロナ禍で閉鎖したとこあるけどテレビ局はまだないから安泰や。業績良くて給料いいなら問題ないやろ。ジャニーズ全排除した紅白の数字が上がるのか下がるのか興味深いわ。VTR 見てリアクションするだけの番組多すぎやろ。言うてニュースってそのまま両つでに上げるだけやからな。再生数も高いし。聞き流しができるからニュースだけはつけてる時もある。言うてテレビってコンテンツの導入には絶対必要だと思うんよな。ゴールデンタイムの番組がつまらなすぎるのが悪い。テレビないけど一切困らない。職場にテレビの話するやつとかいないし誰も見てないのでは。テレビつけっぱでスマホポチポチ。興味ありそうなもん聞こえたらテレビ見る。YouTube つきけっぱでスマホポチポチ。気づいたらクソ長い CM 流れててイラッときて不適切ボタン押してスキップ。ニュースとスポーツくらいしか見んから、やってる番組がおもろいかつまらんかすら知らんわ。たまにおすすめされたドラマ見てみようと思うくらいか。朝ドラと大川は割と見てる。ドラマは最近だと鈴木亮平のやつ見てる。テレビはオワコン。SNS はテレビの話題ですぐトレンドになるの草。朝のニュースと夜の NHK のニュースとスポーツ中継見るくらいや。がっつり見まくってて草。大河もつまんなくて最近見てないな。早々のフリーレンは2話だけ見た。スマホいじりながらテレビ見ててもテレビの内容が全く入ってこないことに気づいてからはテレビをつけっぱなしにするのはやめたわ。光熱費高騰しとるし無駄につけなくなったわ。テレビなんてビビたるもんやろうけど無駄やしな。でもお前ら紅白実況するやろ。今年は無理やろ、ここのアクティブ減りすぎてるわ。ネットの著名人はテレビ出演のオファーが来たら喜ぶやん。結局テレビの影響力は強いで。東日本震災の時テレビぶっ壊れて以来買い直さなかったけど何も不便なくて草。リバーで見まくってるけど、テレビ局にどれくらいお金入ってるんだろう。最近視聴率調査が回ってきたんだけど、民間会社の収益事業のためになんで無償で個人情報渡さなきゃならんのやと断った。テレビ業界ってなんであんな偉そうなんやろな。マジで朝会社行くまでの間だけや。最近夜ってなんかしょうもない2、3時間番組しかやってないよな。Twitter トレンドはその時間帯に放送されてるドラマやアニメ、バラエティに占拠される模様。YouTube やと VTuber 絡みは入るけどそいつらもテレビより弱いしそれ以外のサイトとか論外やろ。Twitter 見てるの40代前後が多いからな。若者はそもそも数が少ないし日本の平均年齢ぐらいのそうやんそいつら。平均年齢 48.6 歳らしいし。Twitter の年齢層のリサーチはいろんなとこがしてるけどほとんどが20代、10代、30代の順やで。普通に大学でバラエティとかドラマの話するで、昔ほどは見てる人いないけど、皆が思ってるよりは見てると思うよ。見ててもテレビ持ってないから TVer とかが多い印象だわ。学生一人暮らしでわざわざテレビ買わんやつも多いし。そうかも、TVer が神すぎるからしゃあない。うちの家族みんなテレビっ子やけどドラマとかニュースは見るけどバラエティはあんまり見いひんようになったわ。見ても思うまくらいや。アンチオツ。今の若者は TikTok や YouTube で民放バラ系の切り抜き見てるから。もう普通に受信機能をミットしたネットのみのディスプレイ一般売りし始めてるから事実や。ネットでバズった動画垂れ流してるだけの番組。なんか昔の世界丸見えみたいな番組ばっかよな。水曜日のダウンタウンをネットで見るだけだな。あとは全く見ない。鬼レンチャンだけは見てる。一国道すごかったわね。サンテレビとかいう、野球、競馬、釣りに特化したテレビ局好き。大型災害の時くらい見つけるだけで十分かな。ニュース、議論はアベプラ見てるわ。議論の深さが地上波とは全然違う。アベプラなんかもろによくあるワイドショーやないんか。コロナ中ちらほら見たけど結構ひどかった気がする。大晦日は桃色歌合戦一択。今年中止やなかったか。別のやつかあれ。多分あるやろ。リアタイするのサッカーとか野球だけになった。中年おっさんだらけの掲示板で自分の子供、家族のテレビ視聴状況の話題が一つもないって悲しいね。マジな話すると野球ですら見るよりやる方が好きなやつしかいないぞ。ワイがガキの頃からしたらここまで誰もテレビ見なくなる時代が来るなんて全く思わなかったわ。弱おテレビはオワコンアニメ見るんご。サイバーパンクとかテレビでやらんアニメのがおもろいよね。でも配信限定アニメって全部こけとるやん。面白いかどうかは自分の主観だし万人受けしてるかどうかなんてどうでもいいわ。わ、そう言いながらテレビのアニメばっか見てるよねって話なのにその返しはが丸すぎるやろ。今の時代サブスクで見てたらテレビのアニメなんて認識はないけどな。それこそ何が言いたいのかわからん。TVer で若者にバラエティ人気がないのが発覚したよな。総合ランキングほとんど謎の深夜ドラマ。テレビがラジオ新聞レベルになるのはうん十年後の話やし今現在はまだまだやれてる方。年ごとにじり貧なのは確定。あと10年後くらいには終わってるやろ。広告費が激減してるからコンテンツもしょぼくなるだろうし、今の面白さレベルでクオリティも下がるならいよいよ本格的に斜陽産業になるな。より一層見る人を選ぶコンテンツになっていく。ネットのネタや動画をテレビで解説してあげるとかいうやべえ状態になってるよな。でもアベマとか作るのもテレビ局やし。14でテレビ離れしたからもう芸能人の顔もわからんわ。ニュースしか見ない。趣味の園芸しか見てないな。笑ってはいけない大晦日やらなくなったあたりで見切りつけたわ。ワイが見てるのは月夜皿と水がうだけ。その2つも CM と不要部分早送りスキップで15分で見れる TVer でしか見てない。生で見るのは時間の無駄。民放はガチで見ないな。実家とかで久しぶりにテレビ見ると知ってる芸能人みんな年取ってるのくさ。Twitter トレンドは大体ジャニーズ。日本代表戦も放送しないしほんまムカチや。電波割り当ててもらってる限り終わることはない。テレビ局がガツンと衰退したら日本のコンテンツビジネスがボロボロになる気がする。誰が金出すんやろか。 YouTube が広告調整とかになったら見るかも。TBS で早朝にジャニーズとの関係調査発表の番組やってたけどゴールデンにやれよ。考えてみると日本縦断心旅以外ほぼ見ていない。テレビつけなくても何も感じないようになるとは。昔はテレビっ子やったんやけどな。芸能人使わんで最低限の編集で飲食店取材するような番組とかあったら見るんやけどな。テレビに入らない芸能人いらない編集まみれや。僕飯でええやんってなるわな。スタッフにロケさせててもスタジオに座らせてワイプで変顔させてるもんな。それが孤独のグルメや。どうしても見たいのは TVer でしか見なくなったな。環境的に垂れ流しとくかってつけてもうるせえって閉じる。BS の猫とイタリアの村だけ24時間流すチャンネル作ってくれ。昔は曲自体が良かったからベスト10とか夜のヒットスタジオとか毎回見てたわ。日本中か世界的にも文化のクオリティが落ちとる。YouTube とかの方がフェイクニュースまみれすぎて最近見なくなってきたわ。全国どこでもテレ東だけ映るテレビっての売ってくれ。変が落ち着きのない演技うぜって YouTuber 見て思ってたけど、そういやこいつらもテレビ芸人から継承しとるだけなんやな。普通に音楽番組が見たいだけなのにディズニーやら芸人やらミュージカルやら余るらしくて見てられん。年末年始もスカスカ具合がすごいぞ。バラエティもドラマもつまらなすぎて最近はほとんど NHK か BS しか見てないわ。ジョンソンとかテレビのチャンネル即変えるメンツが大集合しとるし世も末やな。見たいロードショーの時しかつけんようになった。でも YouTuber って限りなくテレビの劣化なんよな。SNS でネットニュースが限りなくゴミになったように。作り手の裾野が広がってもクオリティアップには必ずしも繋がらんのやな。アルゴリズム的にクオリティアップに繋がることがない。すごく良い映像を時間かけて一本アップロードするよりも、ゴミみたいなテンプレ動画を量産してアップロードしまくる方がおすすめに乗りやすくなる。YouTube でしか広告見てないから脱毛業界とマッチングアプリが日本を動かしてるような気になってくる。さ。Nスペの自然ドキュメンタリーとか淡々とやってほしいのに俳優の変な小芝居差し込んでくるのほんまやめろや。昔の見直すと最近のはクオリティクソ下がってるんやけどな。TVer は1時間番組は長くてきつい。早送り必須やな。30分番組でも長く感じるけども。クイズ番組ばっかでな。あんなんで賢い言われても。最近一番面白く感じる番組が地方局のローカル番組になったわ。もともとどうもみたいなのが好きだったししゃあないね。は？嫌なら見るな。YouTube はそろそろ広告規制しろよ。詐欺スレスレの情報商材の CM 垂れ流してるのはまずいでしょ。テレビ番組ネットで拾った動画つなぎ合わせて終わり。ネットニュース SNS で拾ったツイートつなぎ合わせて終わり。もう終わりだよこの国。ワイの安らねとフリアマプラ YouTube 付けやわ。守られすぎ競争させろや。新規参入させろ。前は常にテレビつけてたけど、ここ数年ほぼ電源切ってるわ。クイズグルメ衝撃動画 SNS で話題。全部 YouTube の方がええやん見るわけなかろう。少なくともお笑いはテレビに出るようなプロが圧倒的強い。YouTube で素人がお笑いやってもひどいもんや。CM ほぼ老人向けばっかでビビるわ。自宅用カラオケのやつとか。てかキー局って今でもイッケイケオラオラの若者こそ内定もらってバラエティ班行くもんだけど恥ずかしくないんかね。意気込んでる割にはちゃんと絶望的に番組つまらんぞ。新卒なんて下っ端の仕事させられるだけちゃうの。自分で番組やれる頃にはおっさんやろ。ワイテレビ大好きやで。朝はワイドショー、昼はニュース、夕方ニュース、午後7時以降はニュースと BS。寝る直前まで地上波見てるわ。飯かクイズしかやってないからな。画質 S、カメラブレなし、動画遅延なし。テレビって紙では？CS ばっか見てるんだけど予算の都合のせいなのか、信じられないクオリティで放送されてる番組も普通にあって絶句する。スカイ A でやってる関本と増田のロケ番組とか。やってること YouTube と変わらんよな。TikTok でテレビの流れてくるけど、カラオケ歌ってるだけの番組があるのを知って驚いた。YouTube でいいや。SNS が世間の総意って考えも危険だよな。頻繁にツイートしてるやつなんて全人口の 5% もおらんやろ。いやお前ら無様に実況しとるやん。アベマってアイフルとかプロミスの CM を無限に流してるよな。今の50代がまだテレビどっぷり世代やからあれやけどここが見なくなったらほんまに終わりやろ。テレビは必要よ。NHK と民放キー局はいらんわ。去年のワールドカップもほとんどアベマで見たな。アベマ派テレ朝がやってるらしいけど。ドラマとか全く話題にならなくなったな。テレビ付けてっと。ファイアテレビ起動 YouTube、ネットフリックス最高。テレビ見てないって言うと自慢扱いされてた時代があったんやろ。テレビ衰退の原因は20インチ台のラインナップを充実させなかったことやな。ゲーミングモニター買ってからテレビ見なくていいやってなったわ。なんだかんだ言ってテレビの影響力は今でもすごいと思うわ。Amazon や Apple や Google ですら CM 流してるのがその証拠やろ。ここまで落ちぶれるとは思わんやろな。テレビ業界がスポンサーよりも立場下になって番組作るって、それで余計に冒険しなくなって視聴率低下に拍車かけとるし。テレビじゃないと情報が入ってこないわ。テレビ局の収入が10年後は半分以下になるらしいからな。ほんまに終わるかもしれん。最近 NHK つけたら AI がニュース読んでる時あったわ。いつかアナウンサーがいらなくなる時代が来るで。一般人に発信力与えても低俗だったり感情的だったり支援だったりマウントだったり同じようなもん。いっそマスメディア全部消えれば平和だ。ドラマやバラエティがひどすぎるからね、凋落してくのが自然。交渉で知的な人ほどテレビを見ないのを知っていたから徹底的にバマルそうにこびた結果が今、テロップをつけるのもバマルにもわかりやすくするため。これよく聞くけどみんなにわかりやすいように伝える方がええと思うんやがな。わかりにくいように伝える方が素晴らしいとは思わんわ。再現なくなるから突き詰めるとそこから解説せなあかんのってところまで手取り足取り言わなあかんくなる。ボトムラインに合わせすぎるのも考えものや。でも YouTuber はネタに宿泊でみんな病んでるやん。それに比べやテレビタレントなんて楽して儲かるお気楽な地位か。ニュースは見てたけど事故の映像ばっか流すから見なくなったわ。一般人の撮った衝撃映像みたいなのに頼りすぎ。ゴールデンのバラエティのゴミっぷりがすごい。言うても NHK も見てないけどな。言うても動画も見ないけどな。終わり。動画のご視聴ありがとうございました。